お待たせしました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、お願いがあります。はい。まあ、いろいろとあったんですけども、まあ、単刀直入言えば、編集マン募集します。はい。ということで、一緒に働いてくれる方を、募集したいと思います。まあまあね、うちの編集マンやってくれてたんですけど、社員が、はい、退職しましたので、この7月末をもってですね。なんで、新たに募集したいと思います。はい。まあね、大変な、方でね、まあ、学歴詐称してんじゃねえかってね、ずっと言ってたんですけど、はい、まあ、とにかく英語も日本語も間違いだらけだったんですけど、まあそれでもね、ちょっとは楽になったんですよ。ちょっとは楽になった。まあ毎日その2時間半編集していたのが、まあテロップとかカットがついてくる状況だったんで、まあ1時間半ぐらいにはなったんですね。はい、なのでテロップを、まあ僕は修正したりとか、ね、全部は見つけられなくてね、毎回、ああ、ここまあ直ってなかったのか、とかね。大体簡単すぎるとこで気づかなかったんですね。簡単な英語でそんなとこ間違えるとは思ってなかった、みたいなのとか、いうのが多くて、うわ、気づかんかったっていうのが多かったんですけど、まあまあまあ、彼の編集の、超過さんとのショート動画のやつはまだ残ってるので、それは流れていきますけど、一応昨日のね、総先生との動画で最後という形ですね。長寿役動画はもうない。で、新たにできる方を募集します。まあ今、ね、超過さんとの長寿役動画、また新しいね、編集マンの方が出てくることもあったりしてるんですけども、やっぱ週1ぐらいしかできないと、やっぱ英語って大変なんですよ。英語の編集ってね、すごく大変。本当にいないんですよ。英語ができる編集マンって。マジで世の中にほぼいないんですね。だから、編集能力も、だから、英語ができて編集ができる人って日本語ができないからね。普通はね。はい、だ両方、日本語と英語は両方できて編集できる人っていうのがほぼいないということなので、募集したいと思います。で、まあテスト動画、ちょっと今はね、もうほんとカツカツでほぼほぼないんですけど、テスト動画をですね、やってもらって、それでどの程度できるかっていうのをですね、はい、見る形になりますので、ぜひとも挑戦していただければと思います。で、まあ Final Cut Pro を使っている方であれば、僕は最終の直しがまあ簡単にできますね。で、ただファイナルカットの方はですね、だからファイナルカットの方はそう早くでいいんですよ。だからもうバーってやっちゃって、そんな社員の人はもうすごく遅かったんだよね。僕は大体2時間ぐらいのを8時間かかっても終わんないっていう人だったんで、だから大体2日かかっちゃって編集にね、でそれで来たものを僕は直して、だから3日後に出るって感じだったんですけど、フルテロップとかいらないので、ぜひ早く出せる方、ファイナルカットの場合ですね、ファイナルカットの方は早く出せる方を募集したいと思います。そして英語ができることが必須です。で、プレミアの方ですね。プレミアの方は僕はその編集データから編集することができないので、まぁ、ちょっと時間かかっちゃうかなと思いますけど、プレミアの方がね、いろんなことできるんで、かっこいい感じのね、編集、できる方いらっしゃればなと思います。英語ができる方、キューボです。で、ユーテラの方もですね、はい、僕の英語の授業出てるんで、こちらをやりたいという方であれば、またそちらでも、はい、構いませんので、やっぱ大変なんですよ、英語。まあ今ね、ルーにやってもらってますけど、アイドル資格っていうグループのね、やっぱ英語はかなり大変なんで、きついと思うので、なんで今まあ、いろんな他の編集マンにもやってもらったんですけど、結局みんなやっぱ英語はできないって言って離脱してしまう。英語プラス質の高い編集っていうのはできないっていうので、どんどんやめてってしまうので、最初は本当もうめちゃめちゃ低い額でやりますって言った方々もやっぱもう無理なんです。なのでぜひとも来てきてください。ツイッターやインスタでですね、で高齢ぐらい英語ができるっていうのをぜひ送ってきてもらえればと思います。はい、で編集経験ですね、こんな感じです。で、だいたいこれぐらいの動画であればこれぐらいの額でやりますみたいなんですね。はい、だから超過さんとのねショート動画も本当はできる方いらっしゃればそれでだいぶ楽になるので、今ね毎日今ショート動画も出してるので、はい、ぜひともねそちらもできる方いらっしゃればお願いしたいと思います。これからしばらくは週6、7本自分で編集しなきゃいけなくなるので、これはだいぶ大変になるなと思ったので、はい、ちょっとどなたかぜひともやっていただける方募集いたします。よろしくお願いします。一緒に働きましょう。そして、トイックエッセンシャルズですね。はい、出ておりますので、こちらですね。売れないと大変です。トイックの対策。本当に500冊売れないと黒字にならないので、ね、自費出版ですので、何も僕に入ってこないので、ぜひとも助けてください。よろしくお願いいたします。はい、緊急でお願いしました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.